おや？うん。なんだ、アルルーも来ていたのか。眠いのかい？仕方がないな。部屋に運ぶか。あ、いえ。でしたら、それがしのところでお休みになられてはいかがでしょうか。それは助かるが、迷惑じゃないか。いえ、それがしは一向に。アルル。そうだな。ではしばらく寝床を貸してもらえるか。はい。随分と懐かれたみたいだな。この子は人見知りは激しいのに甘えん坊だから、迷惑をかけてなければいいが。そのようなこと、むしろ嬉しいのです。それがしは一人っ子でしたから、こうしていると、まるで…かわいいにゃー。に、にゃあ、い、いえ、なんでもありませぬ。なんでもありませぬとも。ああ。それではアルルを頼む。すまないが、もうしばらくそのままにしてやってくれ。はっ、それがしが命に代えましても。いや、命に代えなくても。どうした？は？何やら落ち着かないようだが、どうかしたのか？それがしが、ですか？そのようなことは。自分では気づいてないのか？さっきからそわそわして、遠からしくもないぞ。あ。まあ、遠かがそういうのなら、そういうことにしておこう。あの。いえ、何でもありませぬ。そうか。正常？ん？いえ、起きてらしたのですか？本当に何か言いたいことがあるんじゃないのか？悩み事があるのなら、相談に乗るぞ。それは…それは？いえ、その…私では役に立たないか。そのようなことは、いえ、悩みなど、それがしには…うん。あの…何か言ったか？いえ、別に。何か言ったぞ。何でもありませぬ。なぜだか、いきなり不機嫌になったな。
よほどの悩みを抱えているのか。もし私に話しにくいことならウルトに話してみるといい。あれなら親身に相談に乗ってくれるはずだ。もう遅い。お前も休め。ですが。そんな状態ではおそば好きなど務まらん。いいから休め。はい。それでは私はこれで。付き合っていただいて助かりました。エルルとウルトが一緒に歩いてくる。ちょうど外から戻ってきたみたいだな。はい、それでは。そして動くたびに揺れ動くと。いかんいかん。しかし男はもとより、たとえ女だとしても、あれを見てその存在を無視しろというのは無理というものだぞ。ん？なんだ？されました。ゆずはちゃんのお散歩ですか。はい、今日は日差しが柔らかですので散歩にお誘いしたのです。どうか様にはとても感謝してます。感謝などとそんな礼など不要です。それがしがしたくてしていることですから。それに、トウカ様はとてもいい香りがしていい気分です。そうでしょうか。それがしにはよくわかりませんが。あの、エルル殿。先ほどからそれがしの顔に何か。いえ、何でもないです。そうですか。これから異国のお話を聞かせてもらうの、エルル様も一緒にどうですか。ああ、そうそう、エルル殿もご一緒にいかがです。まだ用事があってごめんなさい。そうですか、残念です。ではそれがしたちはこれで。はい、それでは。さっきから何をしてるんだ。エルル、どうしまして。あ、そんな大きなため息をついて。いえ、何でもないんです。そう、それならいいのだけれど、ちょっと元気なさそうに見えたから。エルル、
一つ聞いてもいいですか？うん、何かしら。カルラさんってとっても綺麗な体つきしてますけど、何か特別なこととかしてるんですか？褒めてくれるのは嬉しいけど、別に何もしてませんわよ。好きな時に飲んで、好きなだけダミンをむさぼってるだけですわ。はあ、エルルが羨ましいですわ。え？ギリヤギナのものはね、どんなにしても体型を変えることができないから、戦に適した体から逃れられませんの。女性としての膨らみを帯びていても、どことなく筋張って硬いですしね。だからエルルーの女の子の柔らかさは羨ましい。それではもう行きますわね。はい。でも、なんとなくだが、分かってきた。エルル。ひゃっ！どうした？元気がないようだが。あ、いえ、別に。気にするな。と言っても、気にする年頃なんだろうな。それとも、女性というのが、そういうものなのか。仕方ない。こういうことを口にするのはあまり好きではないが、私はふさふさしていい匂いのするその黒髪が好きなんだから。え？優しげな愛らしい瞳も、みずみずしい肌も、この手だって働き者の綺麗な手をしている。いや、そのとにかくだ、人は人、エルルーはエルルーだ。エルルーにはエルルーにしかない魅力がある。だからもっと自分に自信をだな。はい。ふう。おじさま。なんだ、神の走り方。前に腕を組んだまま走ったりして。神、腕を組んだままでどうかしたのか？ああ、これ、最近また走ったりすると揺れて痛くなるから。痛いのは大きくなってるからだってお姉様が言ってたけど。まだ大きく？あにゃ。おお。あ、はるちゃんってば。いいな、大きい。そうかな、普通だと思うけど。はるちゃんだってもう少ししたら大きくなるよ。うん。なに？
無理。うわっ、いや、まあ悪気はないんだろうな。しかしそれがかえって残酷なこともあるのだろうな。頑張れエルル。